オイゲン・ヨフ,フム・オイゲン・ヨフ,フム・オイゲン・ヨフ,フムはドイツの指揮者。ドイツ帝国バイエルン王国バーベンハウゼン生まれミュンヘン郊外トゥッチングで死去。84歳ボーツ。NHK で演奏が紹介される際にはオイゲンにヨフふと表記されていた。ドイツアウクスブルク近郊のバーベンハウゼンでローマカトリックの家庭に生まれる。父親はオルガニスト及び指揮者であった。 ヨッフムはアウクスブルクでピアノとオルガンを学び、1914年から1922年まで同地の音楽学校に通った。その後、ミュンヘン音楽大学でヘルマン・フォン・バルターンス・ハウゼンに作曲を学ぶが、途中で先行式へと変更し、ジークムント・フォン・ハウゼッガーに指示する。ハウゼッガーはアントン・ブルックナーの公共曲第9番原点版の 初演及び初録音を手掛けた人物である。弟のゲオル・クルート・ビヒオフムも指揮者であり、娘ベロニカはピアニストである。バッハからオルフまでのドイツ・オーストリア音楽を得意としており、オーソドックスでありながら常に新鮮さを失わない演奏を聞かせた。特にブルックナーの権威で国際ブルックナー協会の会長も務めた。ブルックナー公共曲全集を2度完成したほか ミサ曲全曲などの宗教曲集の録音もある。裁判年の1986年には、かつて主席指揮者を務めていた、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団を指揮して、同管弦楽団本拠地のコンセルトヘボーにおいて、自身得意としていた、ブルックナーの公共曲第5番で、自身のブルックナー演奏の総決算とも言える、演奏を残している。また、 今や第一級の人気曲であるカール・オルフのカルミナ・ブラーナの名録音を残し、この曲の魅力を天下に知らしめたのも、ヨッフムの大きな功績である。ベートーベンやブラームスの公共曲全集、ハイドンのロンドン公共曲集などの録音も高く評価されている。しかし、同時代のドイツ語圏の指揮者であるカラヤニやベームに比べると、生前の人気は振るわなかった。前半生は、 北ドイツを、後半生は、南ドイツを中心に活躍したが、記事でもあるバイエルン・オーストリアの特質を反映した、明るい伸びやかさを称えた南ドイツ風サウンドを、持ち味とした。レコード会社としては、ドイツグラモフォンと EMI に、多くの録音を残したほか、アムステルダム・コンセルト平ー還元楽団との、録音などが、フィリップスに、最晩年のバンベルク公共楽団とのモーツァルトや、 リヒャルト・シュトラウスの録音が RCA に行われた。ドイツグラム本には、上記の1回目のブルックナー公共曲全集、ブルックナー宗教曲集、カルミナ・ブラーナ、ロンドン公共曲集のほか、ワーグナーのニュルンベルクのマイスター・ジンガー、モーツァルトのレクイエムなどの録音がある。エルガーのエニグマ変装曲、マーラーの大地の歌の録音も存在する。 EMI には2回目のブロックナー公共曲全集、ベートーベン及びブラームスの公共曲全集を録音している。バイエルン放送公共楽団の初代の主席指揮者であり、この楽団がドイツ有数のオーケストラになるのに大きく貢献した。1961年にアムステルダムコンセルトヘボー還元楽団の主席指揮者に就任したのは前任者。 エドアルト・ファンウェイ・ヌムが1959年に旧姓、公認としてまだ30代前半だったベルナルト・ハイティンクが就任したことから経験の浅いハイティンクを補佐するために依頼されたことによる。このポストにオランダ人以外がついたのはフフムが初めてである。1968年にバンベルク公共楽団の主席指揮者ヨーゼフ・カイルベルトが急死した時には 芸術顧問に就任して、キューバを救っている。バイロイト音楽祭にもたびたび出演。晩年にはそれまで礼遇されていた、ウィーンフィルハーモニー還元楽団も指揮するようになった。ウィーンフィルによるカール・ベームの追悼公演はヨフフムが指揮している。1960年、東京公共楽団の招平による初来日。以来数年おきに、たびたび来日し、最後の来日は、 死の半年前の1986年9月、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団と出会った。ありがとうございます。